ジョバンニリビシはアメリカ合衆国の俳優。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。両親はシチリア系アメリカ人。1974年カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれた。イタリア、ドイツ、イングランドの血を引く。母親は俳優のマネージャー兼作家で、父親はミュージックバンドのキーボードを担当していた。子役としてキャリアをスタートさせ、 多数のテレビドラマに出演。かつて NHK でも放映された素晴らしき日々ではフレッド・サベージ演じる主人公ケビン・アーノルドの親友役での純レギュラーやブロッサムのゲスト出演なども果たしている。その後も着々とキャリアを重ねていき徐々に映画への出演も増えていった。近年ではビル・マーレーがアカデミー主演男優賞にノミネートされた。 ロストイントランスレーションで東京にやってきた、フォトグラファーの役や、ジョニー・デップ主演の、パブリック・エネミーズ、ジェームズ・キャメロン監督の大ヒット作品、アバターなどは大作に続々と顔を出している。テレビドラマ、フレンズでは、フィービーの弟を演じた。ちなみに、高校時代には友人であったイーサン・サプリーンに役者となることを勧め、彼が俳優として活躍するきっかけも作っている。 1997年にマライア・オブライエンと結婚し、一時を設けたが、2001年に離婚。2012年6月、モデルのアギネス・ディーンと結婚。2015年1月に離婚した。女優、脚本家である双子の姉マリッサは、歌手のベックの妻である。ジョバンニを含めた3人は、サイエントロジストでもある。ありがとうございます。